概要欄から Facebook グループに参加すると、僕らのマーケティングがすべてオープンになっています。ぜひご参加ください。それでは、どうぞ。はい、こんにちは。ということで、本日は、僕が Netflix でぜひ見てほしい作品をご紹介したいというふうに思います。可能であれば、なんかマーケティングの勉強になるものだけでいければよかったんですけど、マーケティングとかビジネスの。まぁ、ちょっとそれだとあまりにも候補が少なかったんで、普通に心の底から僕は Netflix で見てほしいものをちょっとあげたいというふうに思います。10月は結構休みも多かったりするんで、3連休暇だっていう人も多いと思いますので、ぜひご参考にしてみてください。ちなみに僕は普段そんなに映画とかドラマを見るタイプではないので、アニメはよく見るんですけど、そんなになんかこう詳しいタイプじゃないよという前提で、素人的に面白いものを挙げているというふうに思いますので、お願いいたします。1つ目、ウルフ・オブ・ウォール・ストリート。これいつの作品だかちょっと覚えてませんけど、レオナルド・ディカプリオが証券会社を立ち上げて、上場までさせて、最終的に逮捕されるっていう話なんですけど、これマジで面白いです。これぜひ見てください。ちょっと表現難しいんですけど、当時の熱狂的なウォールストリートで、ジョーダンっていう、ディカプリオがやってる役が、もう仕事中にこう、みたいな、もう麻薬とか決め込みながら、もう本当に、クズ鉄、クズみたいな、この紙をお前ら売ってくればいいんだみたいな、こうやって、うおーってやって会社がすげえでかくなって儲かってるっていうのが超面白いんで、これぜひ見てほしい。あと、なんか何が幸せか本当わかんねえな、みたいなところは、すごいなんか僕の中で来るものがあったね。なんか要は表向きにすごいこう、栄えてるような人でも、実はその悪いことやってて捕まっちゃったらもう不幸せになっちゃうし、家庭はめちゃくちゃだったりみたいなのが、すげえ面白い。なんか痛快なところもあるし。あとこう、マーケティング的な意味で言うと、ジョーダンが、このペンを俺に売ってみろみたいなことを言うシーンがあって、これが結構象徴的なシーンなんですけど、ほとんどの人が、このペンはすごい良くてとか書き味が良くてみたいなこと言うんだけど、なんかジョーダンはそんなんじゃ売れねえと。クズみたいなものを売るための唯一の方法は相手にニーズを作り出すことだみたいなことを言ってて、なんかそうやってまさに、物を売るんじゃなくて便益を売るっていう、そのなんかマーケティングの本質も非常に通じるものがあるかなと思いますので、見てみてもいいんじゃないでしょうか。じゃあ1つ目、オールオブストリートね。2つ目、マイケル・ジョーダンのラストダンス。これですね。タイトル、多分ラストダンスだったと思うんですけど、これはもうシンプルに僕はバスケが好きだっていうのもあるけど、バスケっていうかNBA が好きだっていうのもあるけど、本気で、Netflix みたいな会社がコンテンツを作ったら、こんなかっこいい映像になるんだっていうのがわかる。なんか多分今 NHK でも、TBS でも、テレ朝でも、あんなクオリティの動画作れないと思うね。そもそもマイケル・ジョーダンの物語がすごい面白いっていうのも当然あるんですけど、それ以上に、このクオリティのものを980円の月額で見れるんだっていう、そっち、この巨大テックカンパニーっていうのがいかに金を持ってるのかっていうところに思いを馳せることができる。かつ、あと、マイケル・ジョーダンで言うと、なんか試合前にゴルフ2ラウンドしてから試合するとか、なんかクレイジーすぎんなっていうところで、いかにジョーダンがやばいかもわかる。あと、ちなみにジョーダンで言うと、エアジョーダンっていうのを流行らせて、ナイキをすごい盛り上げたのはジョーダンなんですけど、そこら辺のなんか裏のビジネス絡みの話もよく出てくるんで、ナイキとかがどうやって栄えていったのかみたいなのを知るにも非常にいいんじゃないでしょうか。ナイキジョーダンはね、スリーピートって言って、3連覇を2回やってるんですよ。NBA3 連覇を2回やってる。で、そういうチームはジョーダン以外だと、レイカーズがやったのかな？レイカーズがやった気がする。けど、ない。他には。で、ジョーダンって実は、第1次黄金期と第2期黄金期の間に、ホワイトソックスで野球やってんですよ。狂ってね、冷静に。狂ってねっていう。世界で一番バスケ上手い選手が、ちょっと野球やるわっつってメジャーまで行ってんだよ。メジャーまで行って、そこそこヒット打ったけど、活躍はできないなみたいな感じになって、戻ってきて、また世界最高のバスケプレイヤーだったっていう。ちょっと1年間ちょっとうまくいかなかったんだけど、その次の年からまた神様に返り咲くという。こんなやついんのっていう。最強のスポーツ選手の姿が見れるんで、ぜひそこは見てください。これが2つ目。3つ目、ファウンダー。ファウンダーはですね、これはマクドナルドの創業の話ですね。マクドナルドってもともとは、マクドナルズ兄弟っていう、マクドナルドの名前にもなっている兄弟が2人でね、やってたんですよ。しがなく。すごいシステムを開発してやってるっていうところに、レイクロックっていう、マクドナルドの創業者とされている人間が来て、最初ミルクシェイクを売る機械を売りに来たんだけど、そのレイクロックが、このシステムすげえってなって、その兄弟にもっと店舗拡大しようっつって、兄弟ちょっと嫌だったんだけど、乗せられて、なんか権利料みたいなのでいいよってなって、そのレイクロックが世界で初めてフランチャイズという仕組みを作ったんですよ。要は土地持ちに、
権利を販売して、彼らは商売をする、ロイヤリティを取るっていうビジネスモデル。まあ今ではもうセブンイレブンとかローソンとか全部フランチャイズですけども、それを開発したのがレイクロックで、で、そのうちにマクドナルド兄弟との確執は深まっていくんだけど、もうレイクロックの力が強くなりすぎて、最終的にマクドナルド兄弟は、マクドナルドっていうのを使う権利すら手放させられて、なんか、いくらだったかな ?5000 万ぐらいでなんか出てけみたいな。え、マクドナルドだよ。マクドナルドを最初に作った、そのシステム作った人5000万円ぐらいで出てかれて、全部レイクロックに握られるっていう。最後で捨て台詞としてレイクロックが言うのが、なんで俺がこの、なんで俺がこの店を気に入ったかわかるかみたいな。マクドナルド、この響きがいいんだよ。ジョンじゃ売れねえだろみたいな。それがね、いかにも悪いやつっぽくてね、すごいいいのよ、ね。これがもう最高ですね。で、マクドナルドはその後に、レイクロックが乗っ取ったマクドナルドの隣に、なんかね、なんだっけな、ネオマクドナルドみたいな、本家マクドナルドみたいなやつを作るんだけど、それはもう、その周りに本当の、元々のマクドナルドを大量出店させられて、競争させられて殺されるっていう、地獄みたいな。まあ、で、物語としてレイクロック面白いんだけど、ここから学んだ僕の教訓は2つ。まず、1つ目は、レイクロック当時、ミルクシェイクを売ってる55歳ぐらいの男性。つまり人生は何歳からでも逆転できる。もう逆転なのかもともとすごかったのか知らないけど、でもそんなに冴えない感じだったかな。何歳からでも人生はいける。まあケンタッキーも56歳とかでしょ確か。カネスさんと65歳だったかな。だから55歳のレイクロックでもあんなにすごいことになったんだから、人生は何回からでもやり直せるっていうのと、二つ目はビジネスモデルとしてのフランチャイズっていうのかの本質がどういうところにあるかっていうのがすごいわ。うん。だから、なんかファウンダー見た後は俺もなんか街で知らないけどすごい反響をしてる店みたいなの見つけると、ちょっと権利くれませんかってちょっと行ってみたくなっちゃう気持ちに駆られることはあったよね。はい。これがファウンダーです。これはぜひ見てください。面白いですね。じゃあ最初は実写系全部言っちゃいますね。4つ目。アルゴ。はい、アルゴです。アルゴわかる？わかんないです。アルゴは、中東革命、ちょっと待って、イラン革命かなんかだね。イラン革命かなんかの時に、要はイラン革命っていうのはそのアメリカを追い出せみたいな、アメリカの傀儡政権を追い出せみたいな国民の革命運動なわけだけれども、ってなるとさ、そのイスラム教のその原理主義の人たちが結構そうやって頑張って追い出そうとするわけだけども、アメリカを。その過程でアメリカ大使館にいる家族たちがもう人質に取られるわけだ。こいつら国外に出さない、首さらして革命の血として捧げるんじゃみたいな感じになってるところから、気合でそいつらをアメリカに逃がすっていう話なんですけど、カナダの大使館が偽造のパスポートを発行して、そのアメリカ政府のやつをなんかにそのパスポートを出して、で徹底的にその偽造されたパスポートの何経歴とかを刷り込ませてロールプレイングさせて、で空港行って逃げる。で最後こう離陸する直前でバレて、後ろから追ってきてタタタタタタみたいな、でギリギリ逃げられましたみたいな。まあ、シンプルにスリルが面白い。もうマーケティングだから何にも関係ない。まあ、ギリギリ、まあ、歴史が学べるっていうのはあるんですけど、これのね、決め台詞が超かっこよくてね、この脱出させるっていうプロジェクトのコードネームがアルゴだったんですよ。アルゴっていうコードネームだったらしい。で、このね、主人公だったか主人公の上司だったか分かんないんだけど、決め台詞で言ってるのがね、アルゴクソくらいっていう言葉なんだけど、このアルゴクソくらい日本語だとちょっと微妙なんだけど、英語だと超かっこいい、アルゴファックヨーセルフっていう言葉なんだけど、これがもうめちゃくちゃかっこよくてね、まあ要はそのプロジェクトの命令を完全に守らないのかな確か、まあだからアルゴクソくらいなんだけど、まあみたいな感じで最終的に脱出に成功しますよという話でして、なんかアメリカはね結構ね、そんなんでイランと揉めたくないからもう諦めろみたいな、そんな感じだったのかな、ちょっと具体的な中身は覚えてないけど、まあ、とにかくスリリングで面白いんで、これはなんかそんなにメジャーなタイトルじゃないかもしれないけど、ぜひ見てほしい。ちなみに俺がアルゴを一番最初に見たのはね、確か、卒業旅行でスペインに行く飛行機の上だった気がする。ちょっと覚えてないけど。違うかな、結構古い作品じゃないかなという気がします。5作目。ラスベガスをぶっ潰せ。はい。これは？知らない。知らない。ラスベガスをぶっ潰せ。これはね、MIT の天才数学少年みたいな、天才数学少年みたいなのがラスベガスに行って、
ブラックジャックをやりまくって、荒稼ぎするっていう、荒稼ぎするっていう話なんだけど、平たく言うとね。まあ、私もね、ブラックジャックを愛する者として、ブラックジャックって、ブラックジャックって、引いてって21を作るっていうゲームなんですよ。で、21以上になるとアウトで、例えば18と17だったら18が勝ちみたいな。まあ、そういうゲームなんですけど、基本的にカジノって、何やっても期待値が100を超えないんですよ。100。そりゃそうじゃん。期待値100超えたらカジノ側が損しちゃうんで。超えないんですけど、ブラックジャックだけは唯一100を超える方法があるんですよ。それカウンティングって呼ばれてて、ブラックジャックってね、でかい数字が出ると有利なの。で、小さい数字が出ると損なんですよ。だから、こう、パッパッパッパって出していくときに全部数字をこう覚えるんですよね。6以下の数字が出たとき、2、3、4、5、6、7が出たときを、2、3、4、5が出たときは、プラス1点。で、10、11、12、13、1みたいなのが出たときはマイナス1点みたいな感じにしといて、これで、小さいのがたくさん出てるときっていうのは、次にでかい数字出やすいじゃないですか。で、小さい数字が出て、プラス10点以上になったときに、たくさんかけるみたいなことをすると、期待値が100超えるんだよ。101とかになるのかな。これカウンティングって言って、これバレると、カジノがぶち殺されるんですけど、まあ、今の世の中では、出禁になる。だけど、当時は、なんかSP みたいなやつでボーボーにされるっていう時代だったらしくて、ちょ、結構ボーボーにされるんだけど、ちなみに。で、このカウンティングを組織ぐるみでバレないように MIT の学生がやる。へー。つまり、あるやつが座ってこうやってやってて、こうずっと数字、適当な数字かけて、こう数字カウンティングしていて、数字が、次でかい数字が出やすいぞってなったら、こうやって後ろ食って。ほう。そしたら、仲間がこうやって座って、いきなり大金ぶち込むっていう。っていうのをやって、なんかね、いくらだったかな ?$50,000? あ、$50,000? じゃあ、$500,000か。$50,000。今のレートだったら7000万円を学生が荒稼ぎするみたいな。で、MIT で超嘱望されてた優秀な学生だったのに、それやりすぎて留年するっていう。最終的になんか金も全部そのヤンキーみたいなやつに奪われて、すべてを失うみたいな話なんだけど、普通にめちゃくちゃ面白い。あと、まあ、カジノやんない人から興味ないかもしれないけど、やっぱカジノが好きな俺からすると、なんかこう、胸が高鳴るところもあるんで、非常にいいんじゃないでしょうか。ラスト3つです。全部で8個なんで。6つ目、テネット。テネットは、クリストファー・ノーランって、インセプションとか、インターステラーとか、作った人の話で、この、テネットってか、まあ、クリストファー・ノーランという監督が、物理がめちゃくちゃ好きなんだよね。全部物理現象にインスパイアを受けてやっているという話なんですけど、テネットっていうのは、うわぁ、説明難しい。説明難しいからちょっと無理だ。とにかくこう、時間を逆行できるっていう装置が未来で開発されていたとしたら、みたいな。で、時間を逆行するみたいなのが、そのドラえもんのタイムマシーンとかとは違うんですよ。時間の向きが逆になるって話なんだよね。テネットはですか？そう。今から、今ってこう、一歩動くってなったら、1秒後にこっちにいるってことじゃないですか。じゃなくて、一歩進んだ時に1秒前に行くみたいな。だから時間をこうやって進んでる人とこうやって進んでる人が交錯するんだよ、はい、だからこうやって進んでる人から見るとその一歩逆向きに行ってる人ってこうやって歩いてるように見える。わかる。でもそれはちょっと話ずれそうですけどこっち側から進んでるように見える、戻っているように見える、進んでる際普通の向きの人からすると未来から逆行してきてる武器の人は戻っているように、何言ってるかも分かんない。でも逆側から読まれちゃうから。で、実は戦ってる相手が未来の自分だったみたいな感じなんだけど、これがね、おもろいっすね。これね、説明つかないし多分見た後も消化できないんですけど、で実際僕2回見たけどまだいまいち分かってない。あと見た後確実に悪夢を見るっていう、なんかよく分かんないんだけど、頭がぐちゃぐちゃになって悪夢見るんだけど、これはちょっと面白いんで見てほしいですね。そういう意味でクリストファー・ノーランの作品結構面白くて、インターステラーとか、あとインセプションとか、ここら辺もぜひ面白いんで見てください。全部ね、ちょっとなんかこう、奥歯に歯が挟まったようなというか、煮え切れない感じの、でも面白い、なんか考えさせられるっていう感じなんで。今言った中では一番テネットが難解で、なんか今までのやつって結構さ、なんか俺っぽいというかさ、全部なんか一癖ある、なんか普通、他の人はあんま上げないような作品だったでしょ。テネットは多分結構本当に普通に面白いと思うんで見てください。これが6個目でした。で、ここからラスト2つは、アニメで、アニメは僕大好きなんで語ろうと思ったらいくらでも語れちゃうし、かつアニメで紹介してくださいって言われたらもっと好きな作品本当は実はあるんですけど、ちょっと今日は
一般大衆向けというか、ちょっとこう、そうだね、ちょっと感じるところもあってほしい。僕はあの、基本感じるものがない作品が好きなんですけど、じゃあちょっとで行かせていただきます。7個目、サイコパス。はい。これはですね、難しいですね、説明が。多分2100何十年みたいな日本がテーマになっていて、あの、いわゆるディストピアですね。ディストピア的なもの、あの、1984とかですよ。で、今まさにあの、世界が向かっている方向性を表しているような気がしていて、まあ、要は、世の中には、あの、もう、至るところにカメラが設置されてて、で、今の日本って法治国家だから、犯罪を犯したら捕まえるじゃないですか。だけど、その世界は法治国家じゃなくなっていて、シビラシステムっていうシステムを抜行していてね、犯罪を犯す可能性があるやつはその場でとっ捕まえるって世界になってるんですよ。あ、それは犯罪係数、サイコパスってそれなんだけど、だから、今別に人殺してなくても、人殺す願望を持ってるやつ捕まえるみたいな感じ。現行犯とかじゃない。ってなってて、だからみんなが、もう、ちょっとでもやましいことを思わないように、すごい清廉潔白な世の中で生きてるっていう。あと、そのシビラシステムっていうのが、お前は警官、お前はサラリーマン、お前は経営者、お前は何々ってこう職業を決めるんだよ。だから自分が好きな職業選択とかできない。という世の中。ちなみにそれを、シビラシステムの言葉で言うと、なし得るものがなすべきをなすっていう言葉で言っていて、つまりシビラシステムによって、お前の適性が判断されて、自分の一番得意なことが分かる世の中なんだからいいじゃないかという、なし得るものがなすべきことをなす。それを見た時に俺が思ったのは、あ、今の世の中でよかったってやっぱ思ったよね。別に自分が経営に向いてるかとか、マーケティングに向いてるかとか、そういうものは分からないけれども、少なくとも自分の意思で、自分のやりたいことをやって金を稼ぐ。いや、悪いことを考えていても、咎められることはなく、まあ悪いことやんなきゃいいっていう。まあこれは非常にいいなって思ったよね。で、サイコパスは、そういう、その世の中に息苦しさを感じている悪者たちが出し抜いて、こう戦っていく。それに対して、主人公サイドは、取締り側なんだよね。取締り側なんだけど、まあ実は取締り側も結構闇があったり、みたいな。まあそんなような話です。これは10年ぐらい前の作品だと思いますが、僕は、なんだろう。あの、アニメ素人の人に、アニメなんか見たいんだけどって言われたら結構サイコパスをおすすめね、するようにしてますね。え、王女も見たよね。見ました。おもろいね。激おもろでした。激おもろだよね。サイコパスは2、3もあるんだけど、まあ、個人的には1が一番面白くて、まあ好きなら2、3見てもいいかなって感じ。まあでも1見りゃ十分かな。ということでサイコパス。8番目。空よりも遠い場所。で、空っていうのは宇宙って書くんですけど、これね、女子高生が南極に行く話です。で、南極が空より遠いってことね。宇宙って実はさ、大気圏まで入れても10キロぐらいしかないんだけど、空はさ、空じゃない。南極はさ、ここから何千キロって遠いじゃない。で、そこに南極観測隊として何としてでも行きたいっつって。で、このヒロインの子のうちの一人が、ヒロイン4人いるんだけど、がお母さんが南極観測隊で、事故で亡くなっちゃったんだね。亡くなっちゃったんだけど、お母さんは亡くなってないっつって、私も南極行くっつって。そのめちゃくちゃバイトして100万円貯めて南極行こうとしてるみたいな。で、その100万円を偶然主人公のキマリちゃんが落としてて拾っちゃったところから物語です。へえ。このキマリちゃんっていうのはなんかもう超普通の学生で、なんかやりたいことないなーみたいな、ふーんみたいな。で、この、うわっ、出てこねえ。このヒロインの子がやってる役はもう何としても南極行きたいっていう。この正反対の子が、二人がなんかいろんな、こう巻き込んで、実際南極観測隊になんとかねじ込んで、実際行くと。これのね、曲がいいんですよ。これは、いかに強烈なパッションというものが人を動かすかっていう、この、もうビジネスの本質をね、わからしてくれる。要は、正しいこととか正解とか間違いとかじゃなくて、思いの強さが人々を引きつけ、現状を突破するっていうのを、で、そのためになりふりを構わないというね。だからもう、なんだ、あのヒロインの子ちょっと調べる。ちょっと待って。あ、しらせちゃんです。しらせちゃんがね、しらせちゃんはね、この子はね、多分、起業したら、孫正義超えるね。もう行動力と、もう手段を選ばない感が強いから。何でもするから、本当に。ぜひ見てほしいね、これ。全12話とかでも終わるんで、超短く見れるし、あのね、南極向かう過程でね、こう、船が超揺れるわけですよ、南極向かうから。すごいもうみんなゲボゲボになるんだけど、みたいな。ゲボゲボになるんだけど、みんなで、ちょっとズルして、外見ようよ、みたいな。外見た時にもう、荒波がザブーン来て、南極の水だから激爪ないわけだけど、みんなで、あはははは、みたいな。
なんか気持ち悪いねみたいな。そこでなんかこう流れるね曲、これがいいんすわ。これがね、ほんといいんすよ。これね、ここからここからって曲だったと思うんだけど、これいいんだよね。で、かつこのヒロインたちのね、声優が俺好きなんだよね。キマリちゃんをやってるのはね、水瀬いのりっていうね、まあ今でこそ結構もう人気だけど、当時はまあまだ出始めぐらいな感じで、で、白瀬ちゃんは花澤香菜で、まあ押しも押されるナンバーワン声優みたいな、まあいいや、それぐらいにしようか。まあとにかく人気声優がやっとるんですわ。これがね、すごい心熱くなります。ということで、8番目でした。9番目、1個だけ言っていい？9番目、1個だけ言っていい？9番目、うわ、どっちでいいかな。あ、分かった。もう今までの8個っていうのは結構こう心を揺さぶられるものも多いと思うんですよ。じゃあ9番目はもう本当、何にも感じなくていいよ君は、と。何も、もうただ可愛いだけでいこう。のんのん日和、これ見てください。もう言うことは何もない。ど田舎で全校生徒5人ぐらいの田舎で、もう純粋無垢な少女たちがのほほーんと暮らしてるっていう。なんかタイトルもセミを取ったみたいな。うん、お化け屋敷にお化けを見たみたいな、これぐらいのタイトルなんだけど、もうこれがもう最高だから。私はね、こののんのん日和がね、ほんと大好きで、のんのん日和が好きすぎて、ここの一番年下の子が小学校1年生で、レンゲちゃんっていうんだけど、まあ、あだ名レンチョンって言うんだけど、俺は次我が家に来るのが女の子だったら、もうレンゲって名前にしようと思ってる。それ人間でも犬でも本当に、それぐらいレンゲが好き。レンゲ超可愛い。挨拶、ニャンパスっていう挨拶なんだけど、もうこれ激カワなんで。ロンドン日和こう3期までやってる、かつ映画もあるんで、たっぷり楽しめるけど、別に各話が繋がってるわけじゃないから。ああ、ネットフリックスあるんですか？多分あるよ、ネットフリックスに。あります、多分。まあ、もう本当に、ぜひにも見てください、ロンドン日和。じゃあ次、今度アニメ回やります。そうですね。意外に面白いわ、喋んの。うん。ということで、ちょっと全9選、いや、喋ってみました。全部多分 Netflix で見れますので、ぜひ、どれか見てみて、もしくは見たことあるやつで、石井と感性似てんなっていう人がいたら、ぜひ、ご意見、お便り、楽しみにしております。それでは。